みんなはネットで知り合った人と実際に会ったことってある？実際に会うとなると少し怖かったり、不安な気持ちになっちゃうよね。そして、会った当日に結婚することになったらさらに驚きだよね。本人の気持ちが追いつかないまま、怒涛の展開を迎えていくよ。今回はイッチがネットで出会った人と結婚する話だよ。仲間をしていたらスピード結婚することになったんだが。なんだこれ。俺、仲間してないとホイホイして貢がせて課金ライフしていた嫁、寝鍋して自分のユリ願望発散していた結果、嫁。結婚しよう。仲間とは、姿が見えず素性がわからないネットワーク社会の匿名性を利用して、男性が女性を装うことを呼び装っている人、またその行為。ネットワーク上で男性の振る舞いをする女性のこと。ネットワークにおけるお鍋。仲間の女性版。最近はゲーム内で結婚したりするらしいね。最近ゲーム内ではダーティコよろしく金を鳴らしてゲーム内結婚できるようになったけど、どうやらリアルでブーケ投げなきゃいけなさそう。ちなみにちゃんと新郎として俺ジョークっぽい、いや男だから当然なんだけど、もともと某スタイリッシュオンラインゲームをプレイしていた。ちなみにオープンからいる子さんね、俺。始めた時のフレンドに仲間だとゲームがイージーモードで座って教わったの。自分から性別を名乗らず聞かれたら答えるスタイルで、仲間を始めた。親父系 OL じゃないけど、そんな感じで仲間プレイしていた。面白いぐらいに高額アイテムをくれるようになり、3ヶ月で俺は才能を開花させました。気がつけば当時、当サバで最も人数がいるチームのマスターにお気に入り認定されていた。マスターは生主だったんだけど、よく放送で俺を紹介してくれた。そしたらナイトが増えた。その時に増えたナイトの一人が1の寝鍋さんです。声をかければ速攻30人ぐらい集まった。欲しいアイテムがあればすぐにもらった。アイテムを掘らなきゃいけなければ20時間も付き合わせたこともある。緊急では常に帰省していた。前職間スコア毎度のことだった。仲のいいフレンドが嫌がらせを受けた時はナイトを使って喧嘩しにも行った。私が悪いのとか言って揉めた後皆の気を引いたりしてどんどん希望を大きくしていった。間スとはカウントストップの略で、レベルが上限に達してしまいそれ以上レベルが上がらないこと。ただゲームの特徴上、際どい服とかしょっちゅう着せられるようになったし、スカイプや LINE を聞かれまくるようになったりして、いい加減気持ち悪いと思った時、一番のナイトであった一の寝鍋さん、イゴない子でいいかが、直結野郎どもとか出会いクリアとか消えろよ、と肝色骨な出会い中を沙汰してくれた。マジで俺の中でない子さんの好感度は急上昇した。ただ安心したのもつかの間だった。それでも、聖丸とか、下丸の色は何なの？と一してくるキモオタが出現した。ない子さんに沙汰してもらった。その後は、キモかったり嫌な奴がいたらない子さんに成敗してもらう方向にシフトチェンジした。以後、身内か俺は進めた。幸いにも貢ぐの額もかなりある人や、リアルで社長高の金がある人たちが多く残り、今いるナイツには満足した。そんな中でもない子さんはズバ抜けていた。マジでない子さん、とタキンペイと呼んでた奴らに感謝している。そうして俺はチームから独立。マスターが交代して姫不排除運動が起こったためない子さんと他20人ぐらい連れてチームを独立した。もちろん、その20人の中には俺が女性だと思ってついてきたリアル女性の子も3人ぐらいいたけど、その子たちにはナイトを形成しないように注意しながら、なんとか走行していた。要するにチームの中は、4人の女、1人勝ち男に貢ぎまくるキングダムが誕生してしまったのである。それからは適当に人数が増えていき40人になったりした。ただ、今年に入ってからゲームの質が落ちてきたこともあり人がログインしなくなってきた。そうしてめんどくさくなり、今回虚無とかした俺はとうとう正体を明かしたのである。ナイトって何？ゲームやらないからよくわからん。ああ、要するに貢いでくれる男の子のことをナイトって呼ぶのさ、姫と騎士みたいな構図をイメージしてね。リアルで言えば ATM 彼氏。ATM 彼氏イコールナイトか、せちがれーなゲームの中の。面白かった、下水けどニヤニヤが止まらなかった、新しい PC 買ったから通話できるよって言った時のみんなの歓声と SA の連射は忘れられない。こんにちは、やらないか。姫3人は。誰今の？安倍さん、古いわがわが。とすぐに反応。他のナイトたちは嫌な感じがしたのか黙り込んでいた。もちろんナイコさんもいた。どもどもども、〇〇のマスターであり姫だったお、で、キャクター名です。本当に勢いよく男たちの電話が落ちていった。ちなみに危機戦、通話に参加していない、会話を聞いているだけの人もいた。その後は、察しの通り怒号を飛ばし電話を切る者、永遠に乾いた笑いをあげる者、なんか泣いている奴がいた。そんな奴らほど、かなり貢いでいた自称自営業や社長の方々ばかりだったのを覚えている。その後、ゲームに戻るとチームは案の定メンバーが蜘蛛の子を散らすように消えていった。イッチは働かずに仲間をしながら、
男性相手に貢いでもらうというニート生活を行っていたよ。そして、そのゲーム上で一致に貢いでくれているナイコという人と出会う。さて、先週になります、ナイコさんがログインしていた。ナイコさんに心苦しながらもこ、に、じ、は、ホイと挨拶した。マイク買ったからスカイプに来てくれるかな？あ、はい。内心、本当にナイコさんにお世話になっていたし、仲間の最後の醍醐味として罵声を受け切るつもりだったし、とにかく俺自身が自爆ダメージ王レベルでナイコさんに申し訳なさがあったので、すぐに従った。ねえねえ、見つぐとどうなるのさ。私が喜ぶよ客、じゃないけど素直に嬉しいアピールして、アクセサリーをつけてあげて、その人が喜びそうな言葉と自分の素直な感想をぶつけてあげるよ。要するにあなたを見てあげるよ、かな。そうなんだ、架空の世界でよくわからん世界。もしもし、ナイコさん。あ、ごめんごめん、もしもし繋がっている？マイクオーケー？俺の思考停止しながらも今聞こえてきた声を認知することに必死になる。年齢はわからない。でも確実に。性別は女。すみません、女の人なのですか？そうだよ。驚くのひどくない？いや、驚くでしょ。あんなに、悪いけどベタベタだったじゃないですか？ああ、そうだね。私ユリだからね。ユリは、女性の同性愛のこと。再び俺は思考停止した。いやむしろ始まっていたかもしれない。結局ゲーム上でだよ。リアル ATM からいくら絞った？リアルでいいのかわからないけど、ウェブマネーと iTunes カードは毎月数万、多い時は12万いったと思うもらってた。Amazon ギフトは誕生日に1万円のを何人からかもらったかな？さすがに荒れるとまずいから Amazon ギフトはお断りすることにしたけど、そういやゲーム内ならアクセサリーのために1回200円のスクラッチを100回回してくれた子がいたね。とにかくたくさんお金はもらったと思うよ。すごい額だね。男と分かった瞬間みんなあぜんとしただろうな。うんでさ、ちょっと最初はショックでした。その後、数々の思い出を語られ。あれも俺さんだったんでしょ？とかとにかくくどくど責められて、若干ナイコさんが泣き始めていた。貢ぐに関しても話題は突入したけど。貢ぐ方が悪い。と本人も言っていた。はぁ、言い切ってすっきりしたもうおしまいね。は、はい、すみませんでした、本当に。いや、いいよ、俺さん。ここら辺で俺くんになったかも。には楽しませてもらったし、ちなみにどこ住みなの？前に東京とか聞いたけど。いやもしも東京なら秋葉行かない？そういうところ好きっしょ？確かにオタクだが好きかどうかわからないけど。まあネットにさらされたくないでしょ？私はいいんだよさらしても。は、はい。他の男たちはバカみたいに貢いでいたからさらさないかもしれないけど。ナイコさんもなかなか貢いでます。じゃなくて普通に君に興味があるの。来てよ。土曜日。は、はい。会話はもう少し打ち合わせとかしていたけどだいぶカットしてます。秋葉原。待ち合わせ場所は電気街口。絶対ブスだ、絶対ブスだ、絶対ブスだ。あいや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 。俺くんですか？は、はい。なんだこの美人。なんだこの男っぽい格好しているけどクールなお姉さんは。実在していいのかこんな女性が。文才なさすぎて表現できねえ。とにかくブスとは真逆の世界を生きている人だった。俺は心の中でツボられる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 と念じ続けた。あははは、どうだ、ビビっただろ。ツボはいくらですか？わらわらわら。ちょっと何、面白い、占いよ。いや、占いよじゃなくて100万円とかだったかな。ナイコさんは自負していたのである。自分が美人だと。ナイコさんはユリだったのである。なので俺に貢いでいたのだと。故に苦しかったそうです。うん声から察することができるレベルで辛そうだった。なので私もね鍋だっけ？正体明かしてビビらせてやろうと思ったの。意味がわかりません。さて、今まで貢いだ分からだで払ってもらいましょうか。すみませんでした。警察駆け込みますよ。わらわら、ビビりすぎ、スカイプで正体明かした時の態度と大違い。その後、無駄に抱きつかれ、無駄にボディタッチされまくり、無駄にどうまるでしょ？といじられながら秋葉を歩いた。ちなみに昼飯は、おいここにするよ。と風流行きました。初めて行ったけど美味しかったです。ちなみにナイコさんに、いけるよな？若いの。と言われ、替え玉ご飯食わされた。近くにいたリーマンがバカップルタヒネと囁いていたのを俺は聞こえていた。その後、俺は門限があるからと4時に逃げ出した。家に着いた。俺くん K 村って名前なんだね。マジ悲鳴を上げた。尾行されていた。先ほどの黒を基準にした服から、白いルーズな格好に変貌していた。いやどんな早着替えしたんだよ。帽子は男っぽい帽子だったけど。同じバス乗ったのに、気がつかないとか最低。警察呼びますよ。どうしたの？あら、どなた？〇〇くんの彼女です。ナイコにそのまま腕をつかまれる俺、部活が終わり帰宅する妹、妹も挨拶、ニヤニヤして妹が猛ダッシュで去っていく。
俺は必死に違います、知らない人ですという。さっき秋葉原でデートしてました。写真、俺は嫌な顔している。よくわからないけど、家へあげなさい。おかん。あんたはこっち来なさい。お邪魔します。おかんは第一声騙されているだった。俺はネットでの出来事を説明。おかん激怒、俺ぶん殴られる。その後沸騰した鍋の蓋を背中に押し付けられてケツ叩かれた。ボコボコにされていると内子さん登場。止める。母親、内子さんに俺が貢がせていたことを謝罪。返すと言い出す。俺何も言えずに立ち尽くす。いえ、そんなのいいですよ。いえいえ、なんて失礼なことをしたのか。おかんに顔面蹴られて号泣する俺。おかん確か空手二段、ちなみに父親は剣道二段。ほら、俺も謝りなさい。すみませんでした。騙してだろ。お前は22にもなって働きもせず本当に情けない。あ、それ以上はダメです、お母様。おかんも俺も停止。え？何？お母様ってリアルで言うの？え？はぁ？確かに俺くんは悪いことをしたかもしれませんが、私も俺くんを騙していたんです。どうやって？男だと騙していいよっていて、今回もそんな感じで。そうなんだ。あんたは黙ってろ。それでぜひ俺さんと結婚してお付き合いしていきたいと。思考が停止したのは俺だった。それでぜひ俺さんと結婚してお付き合いしていきたいと。普通順番逆だろ。ネットの中でだと私たちの付き合いは長いんですよ。それに相談とかしましたし。はぁ、あ、何言っているんですか。いえ本当ですよ。ね、俺くん。そうなるのかな。家に来たのも、そのことを俺くんのご両親様に挨拶しておきたいと思いまして。おかんの野獣の眼光、内子さんが少し緩む。出会いは最低かもしれませんが本気です。そんなの目見ればわかるんだよ。でもあんたを騙したこいつだよ。蹴られる俺、ケツの割れ目が増えるかと思うほどケツが痛い。そいつに言っちゃ悪いけど、こいつは仕事もしねえし、口も悪いし、働いてもすぐにバック出てくるし、昔から何やってもダメな男でさ、何がいいのさ。急にこの人好きだと思いました。ならその思いを伝えてからにしてくれよ。本気で言っている？こんなやつで平気なの？はい、平気です。もし、わかった。もうすぐで父ちゃん帰ってくるから。ぜひお話しさせてください。んでてめえは川走ってこい。そのまま帰ってこなくてもいいから。俺を丸いまんまんの目で見るおかん。それは困ります。命だけは助けてやるよ。でも走ってこい。内子は一致母に会うなり一致と結婚したいと伝えるが、一致母以前に一致がそのことに驚いてしまう。おかんは話が終わったら帰ってくるようにメールすると言った。結局俺は翌朝4時まで家に帰れなかった。途中でおかんに許可を得てマックで時間を潰した。妹から LINE で、あの美人さんと結婚するって本当？と言われた。家に帰ると内子さんが客室で寝ていた。父親は目を真っ赤にしながら泣いた後、俺を見て、お帰り。と言ってくれた。おかんは親父の木刀を持ってソファーに座り込んでた。悪いことは言わない。大丈夫です。内子さんは少しパニックになっているだ。幸せにしてやりなさい。内子さん寝ているから大声出せないけど。鼻をすすって。大切にしてやりなさい。俺置いてけぼりで両親説得された模様。簡単に外堀埋まっててわろた。キャッキャ、キャッキャ。あれ、内子さん起きたんじゃね？あ、俺くんおはよう。見て見てドライヤー一つでこんなに髪の毛変わったの。元がいいからだよ。ああでも可愛い。絶対結婚するよ、俺くん。おかんがものすごい勢いでむせる。あ、もちろん俺くんも大切だし大好きだよ。兄貴絶対結婚した方がいいよ。私もこんなお姉ちゃん欲しい。その後二人でキャッキャッしながら、母親が見え張って出したサンドイッチを食べる。なんで親って見え張るときサンドイッチを出すのでしょうか？不思議です。妹はちょっと BL というかオタク気質もある分、内子さんと話が弾んでた。てか、なんか二人して勝手に今度渋谷行く約束とかしてた。ちなみに明日妹と二人でデートらしいです。俺との食事までには来ますよね？その後、内子さんに、行きたいところあるから付き合って。と言われる、どうなるの俺、結構ドキドキしながらも、はっきりと断らなきゃと思いながら地元を歩く、もちろん言えないヘタレでした。内子さんはスマホと iPhone の二刀流で地元を調べていたらしく、地元のちょっと小さなデパートに足を運ぶ、試着 A 見せる、試着 B 見せる、試着 C 見せる省略、全部を買い上げ。やべえさすが見ついでただけあるわ。そういえばあれ、内子さんって社長か自営業？だっけ。何考えているか当てたら結婚しよう。え？金遣いが荒い、もしくはさすが見ついでただける。当たりにはしなかった。そういえば社長さんだっけ？自営業でしたっけ？ああ、あれは嘘。自営業だけどお父さんがやってる。こいつにいとか仲間かと思う。そこで働いているの。〇〇デパートの〇〇ってところ。こないだテレビ出てたけど知らない？知らない。ガチでオタクじゃん、ほう。つまりない子は社長令嬢？
素敵な人らしい。でも、親の七光はしないよ。というタイプの人間だそうだ。寝とげないでナイトの名前を出していた俺は申し訳なさマックスになる。おし、今度は俺くんのスーツを選ぼう。え？え？なんでスーツを？いや私の両親に顔見せしなきゃいけないじゃん。え？いやまだ決まったわけじゃ。彼氏の家に泊まる昨日行っちゃったし。え？もしかして嫌だ？もう少し俺の気持ちも大切にしてくれていいと思う。うんそっか。ちょっと泣きそうな顔になるな、エコ。そうだよね、やっぱいきなりは難しい、か？もう思いっきり顔見て思ってて泣き出しそうなナエコ。いやいやととにかくご飯にしようご飯。デパートが開いてすぐに入ったけど、服選びで2時間ぐらいかかったしもろに12時だった。こんなこと書いているけど、これでドッキリだったらどうしよう。復讐とかだったらどうしよう。不安になってきた。なした？自分で書いてて足しにたくなってきたし、不安になってきた。ここまで読んだ感じだと確かに復讐も考えられるよな。怖い怖い、来週婚約指輪探す予定だけど、違うよね。ナイコはなぜエッチに惚れたんだろうな。とにかく、ナイコはユリについて説明してくれた。女の子を丸的に見ているみたいなね。女子校に通っていた影響もあるらしいのだけど、やはり家族にも友人にも変な目で見られていたらしい。学校にはもちろんそっちの毛がある子もいたけど、いかにもそっちでエスアピールが重く、同時に女として終わっている人が多くいたらしい。なので結局気になる子に話しかけることもできなかったそうです。また男のガードに関しても両親の干渉が多いらしく、お付き合いしたことは一度しかなく、その一度も1ヶ月で終わったそうです。そこら辺の理由は伏せるけどクズ男っているんだなって。まとめると、女性にしか心が開けなくなっていたらしい。触るのも仕事以外でぶつかるとか以外、無理だとも言う。ただない子曰く、俺くんなら平気だったんだよね。と明るく言ってくれた。会議チャットで最初に裏切られたショックもあったけど、そんなに俺の声を嫌に思わなかった。翌日意を決して通話してみたけど普通に会話できそう。押し合おう。それは理解しがたいが、さらに実際に会ってみて普通に話せるし、触っちゃうし、しかもなんか一緒にいて楽しい。仮面つけないで話し合えた、と言われました。もちろん。顔がクリーチャーだったら考えたけど。と言われた。評価は普通面らしいです。まあ、落ちない男はいないよね。なんか小声で、好きです。とか言うし、その後決まるされたし、もうね、なんていうかね、寝かまをやっていたからわかる、見られたり、こっちを見てくれる異性に、どれだけ男が弱いかを。正直こんなガンガンガッツガッツ来るような女なんか、とか思っていたけど全部どうでもよくなりました。これで結婚できたら勝ち組だなおめ。なんだろう、もう切り上げる。気が向いたらまた来ます。もうダメ、頭が冷静な判断できない。のろけすぎた。その後はスーツを二人で選んで購入し、ダーク目の灰色のスーツ、夕方に駅まで見送り、その次の日に父上様がいる本社に出向いて挨拶をして、そこでしか時間が取れないと、なんか中途採用者と間違えられて、なんか面接始まるという盛大なボケをしたりしながら父親さんに顔を合わせました。ご両親の方はない子さんが説得していてね、ものすごく緊張していたのですが、結婚するんだぞ、うちの娘を、ははこごぬかばな、幸せにしてやってくれー。のコンボでした。実際はもう少し色々あったのですが、ダイジェストにするとこんな感じです。抵抗は強かったらしいですが、うちで働かせて継ぐとはいかず、ともナンバー2ぐらいを目指してくれるなが。と暗黒微笑されました。なおナンバー2は実質ない子さんらしいです。おい待て、超えられる自信がない。ちなみに早ければ来週、わからないけど、もう少し奥かもしれないけど結婚は確定しました。ない子さんに、婚姻届は一緒に行こうね。と言われた。妹は友人に言いふらしていた。おかんは未だに疑いがちだけど、親父は泣いているし、向こうの両親はノリノリだし。もう逃げ場はございません。明日、暇だったらまた来ますね。釣りでも何でも好きに行ってください。なんだよもう終わるのか。とりあえず復讐でないことを祈る、もげろ。明日暇だったら来るわ。ない子さんにバレてそうな気がするんだけど、不穏なんだけど、もげるかもしれん。これはやばい。冷静になっています。ご意見者タイム。父上様からのメール。明日大切な話があります。絶対に来てください。よくよく考えると声は、ナイコっていくつなんだろ。そうだった、20代後半とは言っておく。俺よりは年上だよ。続きはよ。イッチの男性だけどシンデレラストーリーのような話に羨ましくなったスレミンは、イッチが釣りではないかと疑うも、イッチの話はさらに進んでいく。疲れた。午前と午後を間違えたので、ナイコの両親に怒られたりした。カラオケの翌日、俺は適当なお店で新調、ナイコさん持ちのスーツ姿で都内某所でに行きました。父上様の予定が会社でのそこでしかないらしく、本社が入っているオフィスに足を運んだ形です。ちょっとした注意、態度悪くしないでね程度ナイコさんが先に入っていき、入ってきていいよ、と言われて入った。ナイコさんが見えない、受付はあり、男女が働いている。あら？
は、はじめまして〇〇です。なんか挨拶。ああ、すぐに用意するから。は、はい。そのまま少し待っていると。それじゃこっち来て。と案内され個室へ、壁際の席に座って待ってて言われ、待っている。失礼します。ミスト？はじめまして。はじめまして。緊張しているのか？はいまあ。聞いていたよりずっと若いですね。そうだな。では、そこの机のこちら側へ。履歴書はお持ちでしょうか？え？ないです。え？何しに来ているんだ？すみません。予定より早く来るのはいいが、なってないなぁ。ふざけているの？すみません。その後、かなり怒られる俺し、人格否定とかはなかったけど本当に怒ってた。そこで俺は、これ面接されていると気がつくも言い出せず。失礼します、その子違う。え？ないこちゃんのお客様面接の子じゃない。え？な、なんでもっと早く言わない。なんて言っていいのか。言い出せなくて。外に出るとない子さん爆笑。おじさん二人がない子さんに敬語を使いながら苦笑いしている。ジムおばちゃん平謝り、俺し苦笑い。そのままない子に連れられ別の個室、というかなんか座商談みたいなことするような部屋へ、応接室というのかな。さっきの個室とは大違いで物が揃っている部屋。君か？そうです、俺くんです。何やっていたの？〇〇さんおじさんたちに面接されてた。なんか思っきりむせる。その後は、前書いた通り俺のことについてあれこれ聞かれて。結婚する気あるの？お付き合いからじゃダメなの？いきなり結婚はあれなので、お付き合いからでも、ない子さんにケツ決められる、あかん空気を察する、ぜひ結婚を。父上様様、ない子へ説得されていたことを説明する、どうやらネットでの付き合いイコール本当に付き合っていた年数と考えてくれている模様。そうか、ただニートというのは許さない。ですよね。本当にその気があるならうちで働きなさい。流行りの専業室はお父さん許さないからな。これはまたない子さん説得しているな。その後、父上様。ない子は出てなさい。と言い退出させる、ない子。お父さんらしい行動しちゃって。と煽る。ちなみに当時の俺は話が終わるたびにお茶をめっちゃ飲んでた。某ビジネスマナーを意識してめっちゃ飲んでいたのもあるけどぬるめの緑茶がめっちゃうまかった。二人っきりになる室内、もしかしたら一分ぐらいだけど、二人で顔を見合いながら数分の沈黙。それじゃ失礼するね。本当に娘のことは愛しているのか？最初は適当に時間を空けた方がいいかな。多分ね、仲間の癖と思って時間を置いた。ただ確かに冷静になって考え出すと怖くなってきた。他にも俺の社会的不適合性とか、出会いが出会いだとか、リアルだとまだ3日の付き合いとか、とにかくいろいろ不安になってきて、手が震えた。リアル人間手が震えるのかと初めて思い知った。イッチが不安に感じていることを紙に書くようにない子父に言われ、素直に書き始めるイッチ。昔4ヶ月で辞めた肉屋の話をする。辞めた理由は低身長をいじられたことと暴力を振るわれたからと伝える。それからニートか。本来なら職を選ばなければ働くこともできるしね。まあ、焦げと、これもかな。紙に書いた社会的不適合性に因をつける。これらに関しては仕事をすることで払拭できると思う。そう思わないか？以後、そんな感じで。お前が悩んでいるのは些細な問題なんだよ。と諭された、どんどん俺が書き出した悩みの数が減っていく。その後、ものすごくドスというか目がまじな笑顔で父上様。もしも娘に何かあったら転ぬからな。と言われた、断言できるけど、これはマジだった。その後、父上様は俺が事前にない子さんから聞いていたけど、ユリナケンやクズ男の話に止めをされて、正直諦めていたとか言っていて、幸せにしてくれと、泣かれました。以上です。その後は、デート天気は悪い、などをしていたけど、本当になんもないなぁ。昨日の食事は午後と午前を間違えたので父上様に怒られたぐらい、まあすぐに別のお店に移って直なお寿司屋さんに行きました。予約制でした。母上様大酒でした。顔は赤いけど余裕で歩ける人でした。父上様はいくらでした。俺は父上様の提案で大将のおまかせフルコース、全部とりあえず出るを頼んでキョロキョロしてました。お会計時、社長になると違うんだなぁって本気で思いました。いっちいい人そう、結婚おめ。ない子の両親もいい人そうだねんで、まだどう丸なの？どう丸に決まっているだろバカ野郎。俺だったら怖すぎて無理だがまあそんな出会いがあっても良いかもな。結婚怖え。しかしない子が結婚推し推しなのでね、俺もなんだろう、なんでこうなったんだ。まあなんだ、ニートから逆玉なんてほとんどないことだからこの出会いは大切にすべきだな。愛してくれる人がいるってのは幸せなことなんだぞ。ちょっと気が早いが言っておくよ、結婚おめでとう。もう十分だろ、いい加減に吐けよ。さすがにしつこいわ、釣りだと思うなら勝手に語らせておけばいいだろ、お前に迷惑かけているのかよ。まあ釣りならよく釣れておめでとうで、
釣りじゃなくても結婚おめでとうでいいじゃねえか。どちらにしてもこんだけ閲覧者いるならそこらのクソスレよりもええと思うけどな。仲間をしていたらスピード結婚することになった一致の話し、どうだったかな？ないこと実際に出会ってから結婚するまですごいスピードだったね。オンラインゲーム上で性別をお互い偽っていたけれど、長い間コミュニケーションを取っていたからなのかな？とも思ったよ。お互いを支え合いながら一致とない子には幸せになってほしいな。このチャンネルでは毎日面白ネタ、感動ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してね。